となる原,料原産地表示の実現に努めてまいりたいと考えております斉藤佳隆合併せて私からぜひ、要望もです、ね、させていただきたいと思いますけれども、まあ、原産地の表示はもちろんですあの、もちろん拡大をしていくという方向でお考えー、ご案をいただきたいと思います、併せて、これはやっぱり包括的なです、ね、総合的なやっぱり対策を進めていく、まあ、そのことが何より大事だと思いますので、 例えばこの輸入、海外からのこう輸入原料についての、えー、水際での対策を強化をすること。えー、まあこんなことも含めてですね、表示の問題だけではなくて、えー、総合的に、要は安全かどうか、えー、だと思いますので、えー、対策を講じていただきたい。そのための一つの方策として、これはあの、衆議院での付帯、 決議にもあったかと思いますけれども、まあ、早,早急にです、ね、対策のための、えー、機関を設置をし、速やかな対応をぜひお願いをしたいと思っておりますが、いかがでしょうか菅下審議官。 あ、お答えいたします。あの、まあ消費者庁の場合はこの貯金表示法は表示でございますが、まさにあの、ただいまあのご意見いただきました通り、安全ということは非常に大切でございます。関係機関の中で協力して、えー、進めてまいりたいというふうに考えております。斉藤義孝君、はい、えー、ぜひよろしくお願いをいたします。えー、別のあの課題について少しお伺いをします。えー、遺伝子組み換え食品の 表示の見直しについいいいて、えー、お聞かせたただきたいと思います、あのーまあ、この遺伝子組み換ええー、商品、食品の表示については、えー、食品衛生法、あるいは JAS 法、えー、こういったものによって、えー、遺伝子組み換え、または、えー、遺伝子組み換え不分別との表示が、えー、現状では義務付けられています、あのー。よくあります、遺伝子組み換えではないと。 という表示は、実はこれは任意表示になっているということであります。あのー、また、併せて、えー、義務表示の対象の農産物は、あのー、ご案内のように、えー、8種類の農産物、また、えー、33の食品群に、まあ、限られているという状況でありますけれども、まあ、つまりは、ですね、えー、この遺伝子組み換えの食品を使っているかどうか、 実はわからない、えー、食品、商品が、え反、ー、乱をしているという状況があるのではないかと認識をしています。あの、消費者の側からすれば、当然ではありますけれども、もっと分かりやすく、まあ、なんとか、遺伝子組み換えてない食品を、えー、判別をしたいというのが、そんな、あのー、思いが出てくるのは当然で、 ありまして、えー、本当にこんな要望はですね、消費者庁の方にも多く寄せられているのではないかなと思っています。まあ、せめて、せめて、まあ、意図せざる混入率、まあ、これについて、えー、EU 並みにですね、0.9%以下、これ日本の基準は5%でありますから、えー、この 基準以下にです、ね、引き下げるべきだというように思っていますが、どのようにこの遺伝子組み換え食品の表示の見直しについて、えー、検討を現状されているのか、えー、状況をお聞かせをいただきたいと思います。菅審議官 お答えいたします、えーまあ、現行の,その遺伝子組み換え食品の表示制度でございますが、まあ、これはあの我が国における流通実態等を踏まえまして、えー、総合的に検討したうえで、まあ、定まれて現在、そのように運用されているというものと理解はしております、まあ、しかしながらあの、ただいま、ご委員からもお話がありますとおり、遺伝子組み換え食品の表示につきましては、消費者側から、えー、一つとしては意図せざる混入の割合につきまして、現状の5%から引き下げてもらいたいと。 範囲これが上位3位ということでございますが、これも拡大してもらいたいと、まあ、こうした要望があるということはあの承知しております、食品表示法案、この成立後におきましては、このような消費者、または事業者の方々などから意見を幅広く聞きながら、この遺伝子組み換え表示のあり方について、検討を進めていきたいというふうに考えております。斉藤義孝君、はい、この遺伝子組み換え食品についてあの私は 特に問題だと思うのは、ですね、まあ、一つは、えー、まず外食の場合に、あのー、この表示の義務がまずないということが一点、えー、それともう一点は、ですね、あのー、これはあまり話題になっているのかどうかあれなんですけれども、えー、家畜などの、えー、輸入飼料ですね、えー、こういったものについて、えー、表示に、えー、全く義務がないということであります。あのー とにかくこう,こういった食品を、えー、食べて、ほとんどこういうものばっかり食べて育った、えー、家畜、それをまた我が国で食するという状況が本当にあのそれでいいのかというのは、まあ、多くの皆さんがし、えー、その心配である状況を指摘をされているとおりであります、あのー、EU などでは、まあ、全ての食品、それから今申し上げた、えー、家畜の餌などについてもですね、えー 義務付けがなされているわけですね。あのこのことについて、えー、ぜひ前向きにご検討をするべきだというように思ってますが、これについてはいかがですか。菅久審議官。 お答えいたしますあの遺伝子組み換えの表示でございます、副社長の担当医生、表示の部分につきましては、まああの、一応前提といたしましては、あの遺伝子組み換え食品で、まあ、安全上の問題というものが、まあ、一応問題はないということが確認されたものについて、まあ、こうした表示をすると今いうことというふうには一応理解をしております、ただあの、今、委員からご指摘がありましたようには様々なあの、さまざまなご懸念、またご意見があることは承知しておりますので、今後のこの遺伝子組み換え食品の在り方の検討の中で、さまざまなご意見を含め検討を 進めてていいいきたいとういうふうに考えております斎藤吉君、はい、あのこの件についてはです、ね、えー、あれ4月でしたか、TPP 交渉への,あの参加、えー、交渉参加にあたっても、この GM 食品についてです、ねえー、表示の義務の扱いが食の安全、安心を損なわないようにというようなことで、衆参で,です、ね、決議がまさにされている案件だと。 思っています、あのー、ぜひです、ねまあ、今のお答えだけではなくってです、ねえー、さらに一歩進んだご見解をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。菅田審議官 はいあのえー、安全性の問題につきましてはあの、消費者庁が直接のご担当ではございませんが、えー、安全性が確認され,されるということは重要だと思っております、安全性が確認されたものについての、まあ、表示のあり方ということで、えー、今後検討していきたいということでございますじゃ、もちろん安全性の問題があるということがありますれば、これは関係機関の中でしっかり協力して対応していかなきゃいけないというふうに考えております。 斉藤義孝君安全性について危惧をするです、ね、声がもう国民の中で大変多く広がっているわけですから、えー、こういったこ声に対してもっともっと敏感にです、ね、あの消費者庁として、えー、対応していくべきだと思っていますので、まあ、併せて、まあ、今の点についてです、ね、えー、前向きなご検討を、あのー、再度お願いをしたいと思います。えー、っとそれではです、ね、あのもうちょっと視点を変えまして、えー 中食外食、あるいはネット販売の食品の,あの取り扱いなどについて少しお伺いをしたいと思います。えー、生活様式も随分変わってまいりました。えー、弁当や惣菜などの、まあ、いわゆる中食と呼ばれるもの、あるいは、えー、先ほども少し触れましたけれども、レストランなどでの、えー、外食、えー、こういったものが増えました。また、インターネットで、えー、直接こう、あの、 食品をですね販売をするというような、えー、ことも増えていますし、これはおそらく今後ですね激増していくのではないかと、えー、そのようにも予想をしています。まあこうした食品について、えー、食品表示法は現状表示の義務をですね私は果たしていないと認識をしています。まあ先般ですねこの委員会でも私はあの中国からの、えー 輸入食品。まあ、この安全性についてですね、あの意見を申し上げましたあの。決して中国からの輸入食品があの危険度が高いという状況ではないということは、先般もご答弁いただいたとおりです。あのただ、国民の中でですねあの、非常に不安が広がっているのは、これは事実でありますあの。こうした食品の大部分が、実は原産地表示をする必要のない えー、こういった外食産業とか、あのー、に流れているわけですね、消費者は例えば、まあ、自分の判断である国からの輸入食品についてはもう口に入れないようにしようという思いを持っていてもですね、あのー、知らない間に,知らない間に、えー、この外食などを通じてさまざまな原産地の食品を えー、口にしているわけです、あのー、アレルゲンに関する表示、えー、あるいは遺伝子組み換え食品使用かどうかといった情報の表示、えー、それからまあ先ほど申し上げた、あのー、輸入元の表示、えー、こういったものをですね、えー、中食や外食、あるいはネット販売の中でどう扱っていくのか、これも実は大きな課題だと思います。何、あのー、らか大きな 方針をです、ね、ぜひ、えー、現状、お示しをいただきたいと思いますがいかがでしょうか。菅審議官。 お答えいたしますあの現在あの中食外食につきましては、えー、表示の義務は重ねていないということでございますけれどもそれは使用する原材料の処理が多岐に及ぶということまた提供される提供されます商品の種類が多くてその原材料が頻繁に変わるということなどから表示することに難しい面があるということで義務は重ねていないという状況にございますまたこういう状況現状ではございますが食品表示一元化検討会の報告書ここにおきましてアレルギー表示につきましてでございますけれども消費者の安全を確保する間 点から中食食や外食におきましてもアレルギー表表示示についいてはすすするこことととを検討すべきとされたたろでございますただアレルギーの表示を行っていくためにはその食品にアレルギー物質が入っていることまたは入っていないということを,これを正確に把握した上で表示するということが不可欠ということでございますアレルギー表示を行うに当たりましてはそのただアレルギー表示を行うにたりましては使用する原材料そのものにはアレルギー物質が使われていないという場合でございましても調理器具などから、まあ、意図して 混入してしてままう場合もあります、まあ、こういう意図しない混入についても十分想定し、えー、する必要がございまして、まあ、そうでなければ誤った表示によってかえってアレルギー発症を誘発してしまう恐れもあるというふうに考えられます。したがいまして、アレルギー物質の意図せぬ混入防止対策と、これを十分取ることができるかどうかが課題でございます。まあ、こういうことで、えー、この報告書におきましては、えー、アレルギーに関します学習経験者や患者団体、また外食に関係する事業者団体などからなります、専門的な 検討の場を別途設けて、検討を行うことが適当というふうに判断されたことでございまして、消費者庁といたしましては、この報告書、これを踏まえまして、この課題について今後、実態調査等も実施しつつう、検討を進めていきたいというふうに考えております斎藤吉高君、えっと。ちょっと改,改めてお尋ねをしますけれども、えー、っと外食なんかにおけるです、ねえー、原産地表示、あのー、が、えー、免れた 出る状況があること、まあこのことについてはいかがですか。す菅市長、審議官、えっと減産地及び現状あのあのえっ、ー、と現状減産地などの表示につきましても中消外消については同様のなかなか難しい面があるかと思いますけれども、えー、そういう面につきましてもあの同じようなあの答えで申しあの恐縮ではございますが、あの今後ご意見を聞きながらあの検討を進めていきたいと考えております。斉藤吉高君、あのなかなか難しい。 状況があることはもう十分承知をしてます、みんな分かってますから、そんなことは、あのー、難しいから、まあ、検討しますと今あの、ここでは方針は述べることはできませんということでは、本当にあの僕はたびたび申し上げていますけれども、消費者庁さんとしてのですねあの存在意義に関わると思いますよ、ぜ、あ、ひ、のー、ですね、えー、具体的にもう少し、あのー、本当に僕たちも、えー、消費者の,あの安全ということを とにかく念頭にですね。今こうして質問させていただいているわけですから、ぜひですね。あのー、そんな観点でお答えをいただきたいと思います。あの今、今まさに言われたみたいに難しい問題も多いんです。僕もなんかも。あの、地元でも一人でおばちゃんがやってるようなね。こじんまりとした。 ところへ行って食事をするるようなこともあるんです、まあ、こんなところで、えー、さっき申し上げたような種々のこう表示をです、ね、義務づけると言ってもやっぱりなかなか難しいと思いますね、対面だから話をすればそれは分かる部分もそあ,るあるんだろうと思いますけれども大規模な遅延点とあの小規模な事業者との間ではやっぱりあの取り組みの状況も変わってくるというのはもう当然だと思います。私はう,んうまく言えないけど なんかこう自主的なです、ねあのー、対応をもっと促すような方策を考えていくべきじゃないかと思うんです、あのー、食肉や米のトレーサビリティのあのー、こういったものに習ってです、ねえー、大規模な事業者であれば、まあ、こういったことも十分対応は可能だと思いますし、例えばそういったことを。 導入をした事業者について、何らかのインセンティブを与えていくとかです、ねあの、いろいろアイデアは出てくるんではないかなと思いますが、こういったことについてはいかがですか松田次長、まあ、いろいろあのご指摘ございまして、あのおまあ、中食や外食、そういったなんかあの、 委員御指摘のとおりですね、非常に、まあ、あの、現場では、さまざまな取り扱いがございまして、今、審議官から申し上げましたように、このお、実際使う原材料、非常に、あの、あの様々でございます。そういった観点からですね、私ども、ただ、ほっとくわけじゃないと。このお、まあ、ルール、この、出ておりますけれども、この食品表示法案が、まあ、ま、 この成立した赤月には、新食品表あの、基準を策定いたしまして、その後、まあ、いろんな課題について、えー、取り組むと、こういう中でですね、ことにしております。そういった中で、えー、この外食、中食のな、におけます原材料等々、アレルギー等々、それをどういうふうに、あの、扱うか、これはまた別な専門的な観点も含めまして、検討することいたしまして、えー、検討することにしておりますので、この点ご理解をいただきたいと存じます。斎藤義高君。 あの次長、確認ですけど、えー、検討してるんですよね、もう当然、あの成立を前提に、ですねあの成立をした暁にはではなくて、あの当然今、今今現在もどういう方向で、えー、やっていくかって大きな方針は当然、あの、まあのまここで言う、言わないは別にして、えー、持たれた上でで、すねあの早急に成立し次第、えー、早急に動くと、あの速やかに対応していくということでよろしいんですね。 松田次長。あの この施工までに、成立後施工まで2年の間に、60本におります、あの今ありますうあの、表示基準、これを取りまとめて、新しい基準にいたします。それに、その中で、基準を作る中で、栄養表示の義務化については、これは少なくともこの中に取り入れる。そういう作業と並行して、どこまで、えー、あのこうしたその専門的な観点からの、おこの中食外食についての別な専門的、えー、な検討が、 あの平行的にどこまでやれるかあの、できる限り急ぐということはあ申し上げられますけれども、あのすぐ、成立すぐ直ちに取り掛かれということが必ずしもできるかということにつきましては、ちょっとあお約束できないということをご理解いただきたいと存じます。斉藤 はい、わ、えー、かりましたあの、約束できないということですから、これ、今の重大なあのご答弁だと思いますからねあの、速やかに対応することは約束できないとおっしゃってるんですよ、いいですか。松田次長、えー、すぐに検討するということまではあお約束できない、ただ、速やかにやるということにつきましては、あのそれは申し上げられると思います。藤義孝君 すぐに検討はできないけれども、速やかに対応していくということ、まあ、ちょっと僕は順番が逆なんではないかなとも思いますけれどもね。いや、僕はあのちょっと好意的にもう、もう具体的にいろんなプランは当然作り上げてて、えー、ある程度のもう方向性を持ってですね、えー、もう取り組みが進んでいるんだと。あのー、で、まあ、この法律が成立をした後に、あのー 具体的にも動き出していただけるんだと、まあ、そういうように、好意的にあの取ってますんで、ぜひ大臣、大臣、お願いします、一言、このことについて。森内閣府特命担当大臣検討については、速やかに、えー、着手をいたします、その中で、さまざまな方々のご意見を聞いてです、ねえー、より良いものにしていきたいと思いますので、えー、委員のご指摘をしっかり踏まえて。 やっていきたいと思います。斉藤義栄君、はい、ありがとうございます。もうこれ以上申し上げることはありませんので、あのー、どうぞよろしくお願いいたします。えー、っともう一点ちょっとまた違う観点で、あのー、虚偽あるいは巨大な食品に関する、えー、広告の規制についてですね。 えー、少しお議論をしたいと思っています、まあ。今回の食品表示法で規制をされます食品表示っていうのは、あのー、製造者名とか原産地、原材料、えー、あるいは栄養成分、添加物、まあ、こういったものの表示でありますけれども、実際に消費者の皆さんが、えー、食品をどれを買うか選択をするときにですね、大きな影響を与えているのは、 販売店でのまあ、いわゆる表示広告の表示あのポップ表示であったりあるいはチラシであったりですねあるいはテレビ CM であったりあのあるいは雑誌に載っている CM であのコマーシャルであったりですねこういった広告である場合が大変多いと思うんですねあの実際のマーケットでは、えー、食品の安全性、えー、それから成分健康増進効果などに関わってあの消費者を 惑わすようなですね、実は紛らわしい広告表現が、えー、反乱をしているというように思っています。あの、義務表示の内容と、私ね、矛盾する恐れのある広告表現も、えー、実は多いのではないかと、えー、まあ、現実多いと、あの、認識をしています。あの、国民生活センターに寄せられてくる情報の中で、あの、まあ、例えばですね、えー、健康食品の表示や広告、 表現に関わるもの、えー、これ、どれぐらいあるのか、ちょっとお知らせをいただけませんでしょうか。菅久審議官。お答えいたしますあの、全国の消費生活センターなどに寄せられております、健康食品に関する消費生活相談のうち、表示、広告についての相談件数でございますが、これは平成24年度には1 1 1十4件となっております。斎藤吉高君。 1114件。これは、あの、傾向としては、増えているんですか、減っているんですか。菅下審議官。あの、過去ですね、あの、多少の増減ございますが、1000ちょっとと。1000、1000から1100、ちょっと多いとして1300もございますが、まあ、その1000ちょっとというところでず、えー、推移しております。斎藤義高君。はい、ありがとうございます。あの、職員衛生法の第20条、 ではですね、あのー、この虚偽巨大表示広告の禁止があのー、明示をされていますし、また健康増進法の第三十二条、えー、こちらの方でも、えー、虚偽巨大表示広告の禁止の規定が、えー、なされています。あのー、また同様にですね、虚偽巨大な広告を取り締まるということで、あの軽、ー、い表示法 あの非常にあの強いあの法律だと思いますけれどもあ、こういったものもあります。あのこのような、えー、虚偽古代表現による食品の宣伝広告について、えー、このちょっと現状をお知らせいただきたいと思いますが、まあ、どのような、まあ、審査、規制を行っているのか、併せてですね、可能であれば不当表示だと、えー、された、えー、実例を、えー、いくつか挙げていただけませんでしょうか。 菅下審議官。 あのお答えいたします健康食品の,その表示、広告で問題された事例でございますけれども、消費者庁が不当表示と認定した実例といたしまして、平成23年11月25日に景品表示に基づいて廃炉命令を行った事案がございます、<laughs> この件はあの送信効果を標榜する表示でございますが、まあ、余分なブヨブヨを燃やして流すダブルのパワーとかです、ね、まあ、そういった表現でありますとか、それから決して食事制限はしないでください、このバイオ菌が恐ろしい、 までにあなたの無駄を協力サポートとかまあこうした、えー、表示をしながらその根拠となるものを、えー、提出できなかったまたは有していなかったというケースでございまして景品表示法に違反するとして措置命令を行ったというものでございますまたあの不当、えー、な表示これはあのこのようなあの虚偽巨大広告につきましては委員からもご指摘ありました通り食品衛生法健康増進法景品表示法 まあ、この3つの法律で、それぞれ、えー、観点違いますがあの、公衆衛生の観点、または健康の保持増進の観点、また景品表示法は、食品だけではなく、商品一般について、えー、一般消費者に誤認を与える表示をまき、あ、にしております、まあ、それぞれ、消費者庁、地方の自作機関は有しておりませんので、都道府県の保健所でありますとか、地方公正局、また公正取引委員会の地方事務所などと連携して調査を行い、措置を取っているということでございます。斉藤吉田君。 はいえー、私ね、あのー、今回のこの表示法の議論の中で,です、ねあのー、なぜ、なぜ、えー、表示一元化のこの法案を作る過程の中で,です、ね、食品表示と、えー、さっき申し上げたみたいに密接に関わる、えー、こうした広告の規制を見直して、えーまあ、一元化と言っていいかどうか分かりませんけれども、あのー、同時に何らかの規制をすると。 いうことをしなかかったのか、まあ、すなわち、えー、これはもう要するに消費者に、えー、確かな情報を提供するためにどう,どうあるべきかというような、えー、法律だと思いますから、すなわち表示義務規定だけではなくて、ですね、あのー、今申し上げたような禁止規定というか、えー、こういったものも一元的に行わないと消費者レベルでの本当の安全、えー、確保することはできないのではないかと。あのー 常々思っているんですけれども、この点については、えー、いかがでしょうか。菅審議官 お答えいたします食品、えー、表示法案、これはあの食品衛生法、じゃそれから健康増進法、この食品の表示に関する規定を統合するものでございますが、えー、表示の義務付けに関す,、えー、関するもの、これにつきまして、包、え、括、ー、的かつ実現的な制度を創設するものということでございます。一方、虚偽、個大な広告あ表示広告の規制につきましては、これはあの義務表示事項以外のいわゆる任意の、えー、表示に関するものでございまして、であのまたあのこの、先ほど申しました景品表示法、これは食品以外の商品 一般,に一般についての不当な表示を定めておる法律もございます、まあ、そういうことから、こういう表示基準により、一定の表示事項の表示を義務づけます、まあ、この本法案、この貯金表示法案に規定しますよりも、引き続きそれぞれの法律で規定する方が適当ではないかということに考えまして、このようにしたものでございます斎藤義隆君あの、まあ。そのお考えはあの、前もお聞きをしたんですけれども、あの 私はね、やっぱりあの今回の,この本来であれば,本来であれば、あのー、この表示法の議論の中で、ですね、一元的にえ同じですから。あのー 義務表示の規定についてもです、ね、禁止規定についてもあの繰り返しになりますけれども、あの消費者がそのことによって、えー、自分の望むものをきちんと選択できるような状況をどう作るかということでありますから、えー、そういった観点でいうとあの、全く同様なことだと思いますのでねあの、まあ、今の大きな方針はお聞きをしましたので、あの今後、この、えー、禁止規制についてもですね、あの何らか、 さまざ、あ、まな場で議論していかなければいけないなということをまた改めて申し上げたいと思います。あのー、健康食品、えー、これはあの、栄養機能食品とか、えー、特保とかですね、あるいはのいわゆる健康食品とかですね、いろんなこう分類がされると思います。あの、消費者委員会のアンケートをちょっと見せていただきました。今、あの、6割の方がこの健康食品を まあ、毎日であったりあ,のある程度の、えー、頻度で、えー、利用されているんですね、特に女性が、えー、多くがあの利用されていますし、あるいは50歳以上の、まあ、比較的、まあ、高齢層の方、まあ、高齢層というと失礼かもしれませんけれども、あの年,年齢的に高い方の中に、えー、使われている方が多いということです、サプリメントなんかの市場を見ますとね、ね、えー、アメリカなんかよりも大きい。 巨大な今我が国の市場があるわけなんです、すここをどうコントロールしていくかということもあの実は消費者庁に課せられたある意味で大きなあの課題だと責務だとも思うんですがもちろん消費者庁だけではありませんあの厚労省も含めてです、ね、やっていかなきゃならないんですがこれきちんとこのことについてはサポートというかコントロールというかあ,のある程度の、えー 監視ができているんでしょうか今どういうような体制でこれを行っているのかお聞かせをいただきたいと思います <laughs> 菅氏さ審議官 いわゆる健康食品といいますか、機能性表示についてでございますけれども、今は特保などえ、一部限られたものについてのみ、いわゆる許可、または国の基準に沿ったもののみが表示できるということになっております、まあ、それに反するものが、えー、ないように、えー、監視は続けているということでございます斎藤吉高君。これ、消費者庁さんの中で、このことについて担当されている。 まあ,部署あるいは、えー、具体的にこの監視をです、ね、されていらっしゃる方、消費者庁の中でですよ、はどれぐらいの方がいらっしゃるんですか。松田次長。あのま数え方ということでございますけれども、あの食品表示化の中に今こう、今、ルルやっております、この法案のやっております企画のほかに、まあ、あ特保の許可に関わる者、あ 管理栄養指的なあのことをあの、企画をやっておるところが数名程度今ちょ、正確なことは申し上げません数名程度いるということでございます。斉藤義孝君、はいあのまあ、例えば健康食品も含めた、さっき,さっきから申し上げている虚偽、あの課題広告、まあ、こういったものの監視については、このことに限ればどうでしょうか。松田次長 関心、えー、につきましては今、執行犯はあのあの今、食品表示課の中には今、数名程度だと思いますけれどもこの7月からです、ね、10名程度いわ,いわゆる今、あのご指摘ございましたの景品表示法で、えー あの、有料五人というもので取り締まる。それからあ、健康増進法等で執行をどうするかという、今、別々でやっておりますところをですね、えー、競合させましあの、組織的に見直しまして、えー、表示対策課の中に、あの、食品表示対策室というのを設けまして、十人程度の、おぉ、まあ、体制を組んで、その中で、えー、どちらがいいのかと。えー、これは景品表示法で有利五人であの、あの、取り締まろうと。あるいは、これは健康増進法に、あの、 の規定でこれはあのきちっとやろうというようなそういうことを両方の立場からやれるようなそういう組織的な工夫を今回あのすでにあのまあ法律のあの施行のおお睨んんでございますけれどもそういったことも手を打っておるところでございます。ただあのあの新幹線から申し上げましたように地方の体制というものもも,もちろんあの駐車場だけはできませんのでいろんな協力へながらあ,あの取締り監視を行っていきたいというふうに考えております。斉藤吉田君。 はいもうあの時間があまりありませんので、あの最後に、えーっとまあ、今、言われたみたいにですね、まあ、消費者庁ご自身は、まあ、地方に、まあ、出,出先がない,ないわけですよねあの、だからどうしてもいろんな組織の方々を、まあ、活用しつつということになりますけれども、まあ、それをこう統一的に まあなんかこうサポートをしていくというか、あの見張っていくというか、そういったところの役割もあると思うんですね、あの今、数名程度でということをおっしゃいましたけれども、あのー、私、この健康食品も含めたこの虚,虚偽古代広告、まあ、こういったことの監視についてもねもっとやっぱり充実した体制でやっていくべきではないかなと思っています。あのーぜひ 今後、えー、夏に向けて、ですね、あのー、概算要求なんかもされていくと思うんですけれども、ぜひ、充実した体制で、ですね、えー、こういった問題、さっき申し上げたみたいに、健康食品1個取ったって、アメリカより大きな市場を抱えているわけですから、あのー、本当にこういった点について、えー、ぜひ検討していただきたいと思いますが、最後にいかがでしょうか。松田次長。あ,あのー 今あの、申し上げ損ねましたけれども、あの例えばの農政局でですね、JAS4 で、まあ、千数百名の、これは JAS4 ベースでの,監視,員の監視する、こういう体制もございます、それから保健所もございます、そういったところといかに連携を図っていくかと、こういうことで私どもこのあの、この健康食品も含めた、ですね、えー、何ができるかというところはあのお、連携という言葉で逃げてはいけないと思っておりますが、しっかりとおこの、お 景品表示法的なああ取締りの観点、それからこの食品表示法による失効の観点、これを合わせまして、えー、可能な限り、えー、の取り組みを果たしてまいりたいというふうに考えております。